はい、皆さんこんばんは。今日はね、皆さん腕時計型の目覚ましって知ってます？はい、これです。まあ、アンアラームシステムラークって言います。で、使い方なんですけど、 iPad、iPhone、iPod Touch で使用します。はい。で、このアプリがあるんですけど、ラーク、まあ、こいつで、はい、このアプリで目覚まし時計を操作したりします。しかもこれただの目覚ましではないんですよね。なんすかね、アクティグラフマイクロセンサーっていうものがなんかついてるみたいで、睡眠時間、あと眠りにつくまでの時間、液晶数、まあ、夜に何回起きてるかってやつですね。あと睡眠の質、あと眠りのパターンを見ることができます。起こし方は音が鳴るんじゃなくて、この腕時計自体が、こいつですね、この腕時計自体が振動して起こしてくれます。音で起きるよりも全然快適に起きることができます。まあ、家族で過ごしてる人とかだったらね、自分だけその時間に起きたい時とか、もうほんとすごい便利です。あいつはこいつはほらドック、ここに iPhone とか立てれるようになってます。まあ、寝る時にね、何か腕につけて寝るのが抵抗ある人でも、まあ、本体重量が 18g と超軽量なので、すぐに慣れると思います。ちょっとふかふかしてる感じで、つけ心地もそんな悪くはないですね。自分にとっておすすめの商品です。まあ、人によって使い心地違うと思うんで、なんとも言えませんが、自分は快適に使用できてます。あとまあ、はい、欠点なんですが、あ、すいません、今、Bluetooth 切ってるんで、楽には接続していませんっていう表示が出てます。はい、欠点なんですが、これアラームは1回きりしかセットできません。あともう一個不便なところはね、こいつ、このクレードルに接続しないと、はい、ここ USB なんですけど、はい、まあ、このクレードルに接続しないとアラームセットできないということで、まあ、そこが不便ですね。あと、やっぱ毎日充電しないといけないっていうのも不便です。それ以外は大変満足してます。じゃあ今日はこれで、チャンネル登録とよろしくお願いします。